今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ言われてるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇室の血筋を継ぐ重要な家系なんだぜ。そうなのね。知らなかったわ。秋篠宮家は、皇太子だったゆえ、秋人天皇の弟、秋篠宮文仁親王とその妃の典子様によって築かれた家系なんだ。なるほど。ということは、皇室の血筋を受け継いでいるのね。その通りだぜ。秋篠宮家には、友人親王という皇位継承順位第2くらいの皇族がいるんだ。友人親王様って、まだお若いのに、将来は天皇陛下になる可能性があるのね。そうなんだぜ。だから秋篠宮家の動向は、皇室全体にとって重要なんだ。なるほど。そう考えると、秋篠宮家は注目されるべき存在よね。最近、秋篠宮家に関するニュースで目立つのは、小室圭さんとの結婚騒動だな。そうね。いろいろ言われているわよね。どんな問題だったの？例えば、小室圭さんの母親と元婚約者との金銭トラブルだとか、小室圭さん自身の学歴や経歴に関する疑惑だとか、いろいろあったんだぜ。そうなのね。だから、世間でも賛否両論あったのかしら？そうなんだぜ。小室圭さんの過去については、今も様々な憶測が飛び交っているんだ。でも、眞子さまは、小室圭さんと結婚することを決めたのね。そうなんだぜ。眞子さまは、小室圭さんと結婚することに強い意志を持っていたんだ。眞子さまの決意には、いろいろと考えさせられるわね。秋篠宮家も、小室圭さんとの結婚を認めたんだぜ。秋篠宮ご夫妻は、お二人の結婚を応援されているのね。秋篠宮ご夫妻は、眞子さまの幸せを第一に考えて、結婚を認めたんだと思うぜ。なるほど。眞子さまの幸せを願う気持ちは、親として同じだわ。ただ、小室圭さんとの結婚は、秋篠宮家にとって大きな試練になったことは間違いないんだぜ。確かに、国民の意見も、いろいろあるわよね。秋篠宮家は、小室圭さんとの結婚騒動を乗り越えて、今後も皇室の重要な役割を果たしていくことになるだろう。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、特に話題になってる気がするわ。まあ、いろいろあるんだけど、一番気になるのはやっぱりあの件だろ。あの件って、まさかあの動画のこと？そうだよ。あの動画、衝撃的だったろ？本当に衝撃的だったわ。信じられない気持ちだったわ。あれは捏造だっていう人もいるけど、実際どうなんだろうな。真相はよくわからないけど、あの動画が流れたことで、秋篠宮家のイメージは大きく変わったわよね。うん。あの動画によって、秋篠宮家は今まで以上に注目されるようになったよな。確かに。でも、あの動画は、秋篠宮家のイメージを悪くする方向に働いてる気がするわ。そういう声もあるよな。でも、あれはあくまでも一部の意見だろ。そうね。でも、あの動画を見たことで、秋篠宮家に対する印象は確実に変わったわよね。それは確かだな。でも、あの動画は、秋篠宮家の実態を全て表しているわけじゃないだろ。そうね。あの動画だけで、秋篠宮家全体の評価をするのは早すぎるわよね。だから、あの動画を見ただけで秋篠宮家をするのは良くないんだよな。そうね。あの動画だけで判断するのではなく、秋篠宮家全体を理解しようと努力する必要があるわよね。秋篠宮家は、皇室の中でも重要な位置を占めてるんだぜ。そうね。秋篠宮家は、将来皇位を継ぐ可能性のある雄仁様の父親でもあるしね。だから、秋篠宮家については、もっと深く知っておく必要があるんだよな。そうね。秋篠宮家について、もっと詳しく知りたいわ。じゃあ、秋篠宮家について、もっと詳しく解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、秋篠宮家の歴史から説明するぜ。秋篠宮家の歴史について、詳しく教えてくれるのね。秋篠宮家は、昭和天皇の第二皇子である三笠宮隆仁親王の次男、秋篠宮文仁親王が、
1990年に皇室典範に基づいて宮家を創設したんだ。なるほど。秋篠宮家は、三笠宮家の分家なのね。そうだな。秋篠宮家は、皇室の中でも比較的新しい宮家なんだぜ。そうなのね。秋篠宮家は、皇室の伝統を守りながら、新しい時代に対応していく役割を担っているのよね。その通りだ。秋篠宮家は、皇室の伝統を守りながら、新しい時代に対応していくために、様々な活動を言っているんだぜ。例えば、どんな活動をされているの？例えば、秋篠宮文仁親王は、環境問題や文化振興に力を入れていらっしゃるんだ。なるほど。秋篠宮家は、様々な社会問題に関わっているのね。そうだな。秋篠宮家は、皇室の役割を担いながら、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいらっしゃるんだぜ。秋篠宮家は、国民から、多くの支持を得ているのね。うん。秋篠宮家は、国民から多くの支持を得ていて、国民からの信頼も厚いんだぜ。秋篠宮家は、国民から愛されているのね。秋篠宮家は、国民から愛され、尊敬されているんだぜ。秋篠宮家は、皇室の未来を担う大切な存在なのね。秋篠宮家は、皇室の未来を担う重要な役割を担っているんだぜ。秋篠宮家のことをもっと知りたいわ。秋篠宮家については、まだまだ多くのことが語れるぜ。機会があれば、また教えてね。もちろん、いつでも教えるぜ。ありがとう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は小室圭さんの司法試験合格について解説するぜ。よろしくお願いするわ。小室圭さん、ついに司法試験に合格したんだぜ。本当よね。すごいわね。でもな、これで終わりじゃないんだよな。どういうこと？次は嫁姑問題が勃発する可能性があるんだぜ。え、まさか。小室圭さんの母親と、真子さんの母親、つまりは秋篠宮妃の典子様との関係がどうなるか、注目されてるんだ。確かに、二人の間には、いろいろあったわよね。そうなんだ。特に、小室圭さんの母親の金銭トラブルは、大きな問題になったよな。あれは、本当に大変だったわね。典子様は、伝統的な皇室のしきたりに従って生きてきた人だから、小室圭さんの母親の価値観とは異なる部分があるんだ。なるほど。確かに、文化や価値観の違いは、大きな壁になるわよね。それに、小室圭さんの母親は、真子さんのことを、娘、と呼ぶことを許されていないんだぜ。え？なぜ？秋篠宮家は、嫁は、お嫁さん、と呼ぶのがしきたりなんだ。そうなのね。だから、小室圭さんの母親は、真子さんのことを、娘、と呼ぶことが許されないんだ。そうか。それは、小室圭さんの母親にとっては、辛いだろうな。さらに、小室圭さんの母親は、真子さんのことを、お嫁さん、と呼ぶことにも抵抗があるみたいなんだ。なぜ？小室圭さんの母親は、真子さんのことを、娘、として見ているから、他の女性と同じように、お嫁さん、と呼ぶのは、抵抗があるんだぜ。なるほどね。つまり、小室圭さんの母親は、真子さんのことを、娘、と呼びたいけど、典子様は、お嫁さん、と呼んでほしいと思っているんだ。難しい問題ね。この嫁姑問題は、令和の時代の夫婦のあり方を考える上で、重要な問題なんだぜ。そうね。小室圭さんの母親と典子様が、どのように関係を築いていくのか、注目していきたいよな。確かにね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近は、特にいろいろ噂になってるみたいね。まず、秋篠宮家は皇室の一員だぜ。皇太子だった天皇陛下の弟さん、秋篠宮様とその後家族のことだな。つまり、皇位継承順位で言えば、秋篠宮様が次なんだよね。その通りだぜ。ただ、皇位継承の仕方は、法律で決まってるんだ。天皇陛下が亡くなった時に、自動的に皇太子が天皇になるって決まってるんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様はいつ天皇になるの？それはまだわからないぜ。天皇陛下がいつまでお元気でいらっしゃるかによるしな。
ただ、秋篠宮様が天皇になる可能性はあるってことは覚えておけ。確かに、可能性はあるわね。最近は、秋篠宮様の娘さんである眞子様の結婚とか、佳子様の活動とか、いろいろ話題になってるよな。そうね、眞子様の結婚は、いろいろ賛否両論あったみたいね。眞子様は、一般の人と結婚したんだぜ。皇室の伝統では、皇族は皇族同士で結婚するのが普通だったんだけどな。じゃあ、眞子様は、皇室を離れることになったの？そうだな。結婚したことで、皇族ではなくなったんだ。皇室を離れることを、退位、って言うんだ。退位って、天皇陛下がするんじゃないの？天皇陛下が皇位を譲ることを、退位、って言うんだ。眞子様の場合は、皇室を離れることを、退位、って言うんだよ。なるほど。ちょっとややこしいわね。他にも、佳子様は、いろいろな活動をしてるよな。最近は、美術館とかで作品を発表したりしてるんだ。恵子様は、芸術がお好きなのね。そうだな。佳子様は、皇室の伝統を守る一方で、新しいことに挑戦してるんだぜ。確かに、新しいことに挑戦してる印象があるわね。秋篠宮家って、伝統と革新のバランスが難しい立場なんだよな。皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく必要があるんだ。難しい立場だけど、秋篠宮様は頑張ってらっしゃるわね。秋篠宮家は、これからも注目される存在だな。いろいろな意見があるだろうけど、その中で、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながら、現代社会に合わせて変化していく道を模索していくんだと思うぜ。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮様って、いろいろと問題発言が多いよな。最近だと、大嘗祭の費用について疑問を呈したんだ。宮内庁は、聞く耳を持たなかったらしいぜ。そうなのね。秋篠宮様は、どうしてあんなに不満をお持ちなの？秋篠宮様は、皇室の伝統を重んじる一方で、現代社会に適応していく必要性も感じているんだと思うぜ。でも、宮内庁は、昔からの慣習に固執して、秋篠宮様の意見を受け入れようとしていない。なるほど。秋篠宮様の気持ち、よくわかるわ。それに、秋篠宮家と小室家の関係も、いろいろと問題を抱えているんだぜ。小室圭さんの母親の借金問題とか、婚約発表のタイミングとか。小室圭、本当にいろいろと話題になってるよね。小室圭さんは、秋篠宮様から、結婚前にきちんと説明を求められていたらしいんだけど、納得できる説明ができなかったらしいんだぜ。それは、大変だったでしょうね。秋篠宮様は、小室圭さんの説明に納得できず、結婚に反対しているみたいだな。秋篠宮様は、本当に厳しいのね。秋篠宮様は、皇室の伝統を守るために、厳しい立場を取らざるを得ないんだと思うぜ。でも、一方で、皇室は時代に合わせて変化していく必要があるんだ。確かに、そうね。秋篠宮様は、58歳になったけど、私自身がぐずぐずしていた、って、反省もしているらしいぜ。秋篠宮様、お悩みなのね。秋篠宮様は、皇室の未来について、真剣に考えているんだと思うぜ。でも、皇室は、世間の注目を浴びる存在だから、なかなか難しい問題を抱えているんだ。そうよね。秋篠宮家の問題って、実は皇室全体の課題を浮き彫りにしているんだぜ。それは、どういうこと？皇室は、伝統と現代社会の狭間で、どうバランスをとっていくか、という問題に直面しているんだ。秋篠宮様は、その問題の先頭に立って、改革を進めようとしているんだと思うぜ。なるほど。秋篠宮様の行動は、皇室の未来を左右するかもしれないぜ。そうね。秋篠宮様の動向から目が離せないな。私も、今後の展開が気になるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家の料理番が職場をブラックって告発した事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかイメージ的に堅苦しいよね。そうよね。でも、料理番さんが、
ブラックってどういうことなの？簡単に言うと、労働環境がひどすぎるってことだぜ。長時間労働とか、休日出勤とか、給料が安いとか、いろいろあるみたいだな。ええ、そんな、想像もつかないわ。秋篠宮家って、皇室の一員なのに。皇室だって人間が住んでるんだぜ。人間関係もあれば、職場環境もある。完璧じゃないってことだな。確かに。でも、具体的に、どんなことがあったのか教えてくれる？まず、料理番さんは、朝早くから夜遅くまで働かされてたみたいだ。休みはほとんどなかったらしいし、給料も安く、ボーナスもほとんどなかったって話だな。それはひどい話ね。さらに、乗りこき先がかなり厳しい人だったみたいなんだ。料理の失敗に対しては、容赦ないダメ出しがあったらしいし、常にプレッシャーを感じていたって話だ。乗りこし、厳しそうなイメージはあるわね。それに、秋篠宮家では、料理の材料費も厳しく管理されてて、質素な食事しか提供できなかったらしいんだ。そのため、料理番さんは、食材の調達にも苦労していたって話だな。質素な食事、で、皇室なのに？皇室でも、お金の使い方はいろいろあるんだぜ。秋篠宮家は、特に質素な生活を心がけてるらしいんだ。なるほど。でも、料理番さんの立場からしたら、大変だったわね。そうだな。料理番さんは、長年秋篠宮家に仕えてきたんだけど、ストレスや疲労が溜まって、精神的に追い詰められていったらしいんだ。精神的に追い詰められたって。結局、料理番さんは、秋篠宮家を辞めてしまったんだ。ブラック職場だったからな。辞めちゃったのね。この事件は、皇室のブラックな一面を明らかにしたと言えるだろうな。皇室だって、完璧じゃないってことだな。そうね。私も、今まで、皇室は完璧な存在だと思ってたけど、そうじゃなかったのね。世の中、完璧なものは何もないんだぜ。どんな場所にも、光と影があるってことだな。深く考えさせられるわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ問題が多いよな。そうよね。よく、ニュースで話題になってるわ。まず、皇位継承の問題があるんだぜ。皇位継承？どういうこと？秋篠宮家は、皇太子家と違って、皇位継承順位が低いんだ。なるほど。だから、話題になるのね。それに、秋篠宮家の経済問題もあるんだぜ。経済問題？詳しく教えてくれる？秋篠宮家は、皇室費から、かなりの額を受け取ってるんだぜ。そんなに？皇室費は、国民の税金から出てるんだぞ。そうだったのね。知らなかったわ。秋篠宮家は、国民の税金で、贅沢な生活を送ってるんだぜ。それは、ちょっと、問題じゃないかしら。他にも、秋篠宮家の私生活に関する問題もあるんだぜ。私生活？どういうこと？秋篠宮家は、皇族としての品位を保てない行動をとってるんだぜ。具体的には、どんなこと？例えば、秋篠宮様は、天皇陛下に意見をすることもあるんだぜ。それは、失礼じゃないかしら。それに、秋篠宮家は、国民との距離が遠いんだぜ。確かに、メディアに出てくる機会が少ないわね。秋篠宮家は、国民に寄り添うことをしていないんだぜ。それは、ちょっと、寂しいわね。秋篠宮家は、国民から支持を得られていないんだぜ。それは、なぜ？秋篠宮家は、国民に対して、説明責任を果たしていないんだぜ。説明責任？どういうこと？秋篠宮家は、国民に対して、自分の行動を説明する責任があるんだぜ。そうだったのね。秋篠宮家は、国民に対して、説明責任を果たす必要があるんだぜ。わかりました。秋篠宮家は、国民から支持を得るためには、国民との距離を縮める必要があるんだぜ。距離を縮める？どういうこと？秋篠宮家は、国民に対して、もっと、積極的に、自分のことを話すべきなんだぜ。例えば、どんなことを話せばいいの？例えば、秋篠宮様は、自分の仕事内容や、国民への思いを、もっと話すべきなんだぜ。なるほど。秋篠宮家は、
国民との距離を縮めることで、国民からの支持を得られるんだぜ。そうなるといいわね。秋篠宮家は、国民から支持を得るために、努力する必要があるんだぜ。頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、秋篠宮家に関するニュース多いよな。そうね。何かと話題になるわよね。まず、秋篠宮家って、皇室の中でどんな位置にいるんだ？秋篠宮様は、天皇陛下の弟さんよね。正解だぜ。秋篠宮様は、皇太子だったんだけど、今はスベラギツグって呼ばれてるんだ。皇子って、どういう意味なの？天皇の後を継ぐ立場って意味だぜ。つまり、今の天皇陛下が亡くなったら、秋篠宮様が天皇になるんだ。そうなのね。ということは、秋篠宮家って、すごく重要なのね。そうだな。天皇家の次に重要な存在ってことになるんだ。じゃあ、なぜ、最近、秋篠宮家に関するニュースが多いのかしら？理由はいくつかあるんだぜ。まず、一つは、秋篠宮様が天皇になる可能性があるってことが挙げられる。なるほど。次期天皇になるかもしれないから、注目が集まるのは当然ね。そうだな。それに加えて、秋篠宮家では、いろいろ問題も起こってるんだ。問題？どういうこと？例えば、秋篠宮様が、皇室の伝統である大嘗祭の費用について疑問を呈したって話があるんだ。なぜ？秋篠宮様は、大嘗祭は宗教的な儀式だから、公費で賄うべきじゃないって考えてるんだ。そうなのね。でも、天皇陛下が執り行う儀式だから、公費で賄うのが当然だと思ってたわ。各家に、今までそうだったんだけど、秋篠宮様は、現代社会において、宗教的な儀式に公費を使うことは問題があるって考えてるんだ。秋篠宮様は、伝統を守ることに反対してるわけじゃないのね。そうだな。秋篠宮様は、伝統を守ること自体は重要だと思ってて、でも、時代に合わせて変化していくことも必要だって考えてるんだ。なるほど。時代に合わせて変化していくことって、難しい問題よね。難しい問題だけど、重要な問題でもあるんだ。秋篠宮様は、その問題を正面から向き合ってるんだ。秋篠宮様は、本当に難しいことを考えてるわね。他にも、秋篠宮様は、皇室の制度改革について発言するなど、積極的に意見を表明してるんだ。秋篠宮様は、改革派なのね。そう言えるかもしれない。秋篠宮様は、伝統を守りながらも、時代に合わせて変化していく必要があるって考えてるんだ。秋篠宮様は、すごく頭のいい方なのね。そうだな。秋篠宮様は、伝統と革新の両方を大切にしてるんだ。秋篠宮様は、難しい問題を解決するために、いろんなことを考えてるわね。そうだな。秋篠宮様は、皇室の未来のために、努力してるんだ。秋篠宮様の努力、本当にすごいわね。秋篠宮家は、これからも注目されるだろうな。秋篠宮家に関するニュース、これからも注目して見ていきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。新聞やニュースでよく見かけるわ。まず、秋篠宮家は皇室の一家だぜ。天皇陛下の弟である秋篠宮様とそのご家族のことだよな。秋篠宮様は、天皇陛下の弟さんなのね。そうなんだ。秋篠宮様には、眞子様、佳子様、ゆうひとし様の3人のお子さんがいるぜ。3人のお子さん、それぞれ子な感じよね。最近、秋篠宮家では、眞子様のご結婚問題が大きく取り上げられてるんだ。眞子様のご結婚、いろいろあったわよね。眞子様は、小室圭さんと結婚されたんだけど、小室家には様々な問題があったんだ。小室家の問題って、具体的に、どんなことがあったの？小室圭さんの母親の借金問題や、小室圭さん自身の金銭トラブルなどが話題になったんだぜ。借金問題とか、大変だったわね。この問題が解決されないまま、眞子様は結婚を決意して、皇室を離れられたんだ。
皇室を離れるって、大きな決断だったわね。他にも、秋篠宮家では、秋篠宮様のご発言が話題になることも多いんだ。秋篠宮様のご発言、よくニュースで目にするわ。秋篠宮様は、皇室の伝統や慣習について、独自の考えをお持ちなんだぜ。秋篠宮様は、伝統や慣習について、どんな考えをお持ちなの？例えば、皇室の女性が結婚したら、皇室を離れるという慣習について、疑問を呈しておられるんだ。皇室の女性は、結婚したら、皇室を離れなければいけないの？昔はそうだったんだけど、最近では、皇室の女性が結婚しても、皇室に残るケースも増えてきたんだぜ。そうなのね。秋篠宮様は、この慣習について、時代に合わせて見直すべきだとお考えなんだ。時代に合わせて見直すのは、大切なことよね。秋篠宮様のご発言は、皇室のあり方について、様々な議論を巻き起こしているんだぜ。議論を巻き起こすって、どういうこと？秋篠宮様のご発言をきっかけに、皇室の伝統や慣習を見直す必要があるのか、皇室の役割は何か、といった議論が活発化しているんだ。皇室の役割って、難しい問題よね。秋篠宮様のご発言は、皇室と国民の関係、そして、皇室の将来について、改めて考えるきっかけを与えてくれるんだ。秋篠宮様のご発言は、私たちにとっても、考えるきっかけになるわね。秋篠宮家の話題は、これからも注目されるだろうな。そうね。これからも、秋篠宮家の動向に注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。